おはようございます。声がおかしくなって、おはようございます。2016年2月11日木曜日6時5分になりました。今日は建国記念日ということで、お休みの方多いかと思いますけれども、まあ、アメリカは今次の大統領選に向けてわたわたねしてますけれども、日本ではその一方でなんか矢継ぎ早になんか大臣とか議員のいろんな問題発言やら問題行動やら起きてまして、どうなんのかなっていう、なんかこういうところから安倍政権の足元が崩されてグズグズになってしまうのかなって、ちょっとなんかね嫌な感じがしますけれども、さて今日はですね IT メディアから、 IT メディアじゃない、これ産経のニュースですね、すいません、産経のニュースからです。ちょっとここ先に産経新聞ですね、産経新聞のニュースからですけれども、犯罪はいつどこで起きる、京都府警が全国初の犯罪予測システム導入へということで、ですね、これは多分これからニュースでいっぱいやると思うんですけれども、その過去のいろんな犯罪の起きたデータとかですね、それからいろんな市民からの通報ですね、こういう不審者がいるよとか、こういうところでなんかやたら最近人がなんか変な人たちが集まってるとか、夜中騒いでる連中がいるとか、なんかそういう情報ですね、いろんなものを分析して、半径というか、数百メートル単位で、時間ごとにどの辺に犯罪が発生するかっていうのを予測すると。で、その予測に基づいて、パトロールを強化するとかですね、やるとその犯罪がかなり防げるんじゃないかと。実際これはですね、海外ではアメリカの方で導入されているところがあって、人工知能を使ってですね、その分析して実際その辺で不審者をこう捕まえるということができて、未然にまあね犯罪を防いだりとかいろんなことができるんじゃないかというのが非常に期待されています。これまあどういうことかというと、そのこれはどうしてもねパトロールとかそういうなんて、その地域の警官の勘とかですね、なんとなくのこう経験上の、まあ、個人の経験上の感覚というか、それでこう判断してたんですけれども、それを人工知能を使って、予測すると。で、何がいいのかというと、まずいいというかですね、これを利用するところで一番最大の課題というかは、一つは市民からの通報ですね、それをどうデータベース化できるかというところなんですね。今警察の方にはもう膨大な通報がいっぱい入ってくるわけですね。どこそこに不審者がいるとか、夜中になんかわめいてる人たちがいるとか、やたら夜になると車が集まってくるとか、違法駐車というか路上駐車が夜中増えてくるとか、まあ、そういうことがあると、大体その地域の、モラルがこう乱れてきて、で犯罪が起きやすくなるということがあるわけですね。で、そういうことの情報を集めて、今までだと当然その電話を受けている人たちが記録はしていくんですけども、ただその毎日毎日、何百っていうね情報が入ってくる、あるいは何千っていう情報のをですね、こう整理して
行くっていうのはなかなか大変な話なんですね。でもってさらにそれと実際に起きてる犯罪、過去の犯罪とかとこう比較していって、どの辺にどういうことが起きてるかというのをこうね、傾向をつかむってそう簡単なことじゃないんですよ。とにかく件数が多い。でそれを人工知能を使って分析しようということで、これはね、ある意味、かなりその個人の勘に頼ってたところを客観的に数値化して、でもってそこでこうなんていうのかな、そういうパトロールができると防犯にも役に立つんじゃないか、未然にいろんな大きな犯罪を防ぐことができるんじゃないかというふうに期待はできるんですが、その一方でですね、このシステムの予測の仕方が漏れた時にどうなるのかと、完全に裏をかかれる可能性があるわけですね。そこを重点的にパトロールを行うっていうことが分かっているので、逆に言うとそこの裏をかいて、手薄になったところで犯罪が起きることをどうやって防ぐのかというのもなかなか難しい話ですよね。で、そういう裏をかくっていうのができんのかっつうと、実際これもまたね、これもアメリカだったかと思うんですけど、実際そういう犯罪が起きてるんですね。要は過去のいろんなパターンとかそういうものを、そのね、犯罪者っていうのは実はね、その統計学者だったんですよ。でこういうことでこうやれば犯罪が予測できるとかっていうのを警察の方に提案したんだけど、そんなもんで予測できるかいと、やっぱり経験と勘が重要なんじゃみたいな感じで、足蹴にされたことをですね、逆恨みして、だったらそれの統計学を使って、捕まらないように犯罪を行ってやろうじゃないかっていうことで、犯罪を行うようになってしまったと。でそうすると過去のいろんなパターンを分析して、そのパターンに当てはまらないやり方っていうので、計画というか犯行を行っていくんですね。まあ、でそうするとですね、その警官がどんどん裏をかかれていくと、こういうパターンだったからこういう風になるだろうと思ってたらその裏をかかれてしまうっていうね、まあ、まさにそういうことも起きうるわけですよ。でさらに今回の、まあ、報道によるとなんですけど、これどこまでどう出すのか分かんないですけど、まあ、当然そのこういう犯罪が起きる可能性があるっていうので、住民に、住民にもその注意してくださいっていう、そういう情報を流すっていうことなんですけど、注意してくださいって情報を流したら、それは犯行を行おうとしていた、まあ、犯罪予備軍みたいな人たちにも情報は伝わるわけで、じゃあそこは警官がいっぱい来るなっていうことで、逆にその裏をかかれる可能性があるわけですね。でその裏をかかれて行われた情報とかいろんなものをまたさらに人工知能が取り込んで、次の予測に役立てていくわけですけれども、その辺の情報がまたそれが利用されていく、あるいは情報漏洩してですね、こういう警察にある端末の情報が外に流れ出ていくと、そうすると完全に裏をかかれる可能性もあると。どうなんですかね、こういうものって。でまたそういうものに頼り始めるとですね、それに頼った捜査というか防犯とかしかできなくなってしまうと、これはこれでまた問題ですよね。でそのコンピューターのシステムに万が一バグがあった時とか、万が一処理できないようなことが起きた時とか、それ自体がウイルスに感染したとか、とかなってくるとですね、何のためのシステムだかどんどん訳が分からないことになる。まあ本当これね、吉と出るか凶と出るか、本当そのこのシステムそのものよりも、私はその周辺に伴うセキュリティ、情報セキュリティの問題の方が大きいような気がするんですよね。まあどういうふうに、まあそのね、どういう防犯計画を立てているとかいう情報自体が漏洩してしまったら、もうそもそもが意味なくなってしまうし、それに頼り切ってしまう警官が多くなると、そこが一番問題ですからね。さて、そんなところで、6時15分になりました。今日は建国記念日で、お休みということで、
まあ休みの人多いかと思いますけれども、まあちょっと天気はどうなんですかね、少しはマシになって、天気はねいいみたいなんですけど、ただね、寒かったり暑かったりというか、昼間と朝晩の寒暖差がとんでもなく大きいので、本当その辺は体調管理気をつけていきましょう。それから、あ、そうそう、毎週水曜日配信、昨日が水曜日だったんで、配信の週刊 IT トレンド X、これも昨日の夜配信されてますので、まだそちらの方もよかったら聞いてみてください。で、情報漏洩とかですね、そんな話をしてますね。まあ今回のにちょっと絡む話ありますけど、それからホームページをビジネスにしっかり活かしたいのであれば、インターネット集客再入門というブログもやってますので、そちらの方もご参考に。ちょっとね、2週間ほど限定で面白いセミナーの動画が今販売されてますんで、そちらね、よかったら、あ、ちょっとまた紹介できたらなと思いますけど、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。